バルトロメウス・ファン・ホーフェは、オランダの画家、舞台美術家である。デンハーグの美術家、グループ、プルクリ・スタジオの創立メンバーで、初代の会長になった。デンハーグで、舞台美術家の息子に生まれた。父親から美術を学び、舞台美術家のヨハネス・ブレッケンハイマーにも学んだ後、ハーグの美術学校でも学んだ。年から母校で教え始め、ヨハネス・ボスボームや、 ヴィナンドニュエン、シャルル・リケルトをはじめとする多くの学生を教えた。1823年に陸軍省からの依頼で陸軍軍人の軍服を描いた画集を制作した。舞台美術家としても1808年から働き、1829年にヨハネス・ブレッケンハイマーの後任としてハーグの王立劇場で舞台美術家となった。いとこのアンドレアス・スヘルフハウトも、 舞台美術の仕事から画家になった。ハーグを代表する美術家になり、1847年に、ハーグやその近郊で活動する若い美術家の作品の発表や研さの場所を作るために、美術家のグループ、プルクリスタジオが創立された時、初代の会長となり、会長職を1851年まで務めた。アムステルダムの美術団体、 アルティーやミセチの会員にもなり1874年に名誉会長の称号を送られた。オランダのアムステルダムやハーグなどで持ち回りで開催される展覧会、現代名商店、テンツーンストリング・バン・ラベーンデ・ミスターズ2819年から1879年まで出展した。画家としては主に街の風景を描いた。 息子のフブホーブとヨハネスハイバートスバンホーブも画家になった。ありがとうございます。